で。こいつ毎回ゲーム感覚で嫌がるのがムカつくよな。おい、座ってからだってば。いい加減覚えてよ。ふん、機械仕掛けの罠にも随分慣れてきたみたいじゃないか。おい、襲いかかってくる羊がいるだろう。あいつらは一体何だ。ああ、そういう羊も増えてきたね。正気を失ってしまったのさ。考えるのをやめたら、あと彼らはもう現実世界に存在してない。マジかよ。第9問です。大事な友人の恋人でも好きになってしまったら奪い取りたいですか。どっちだ。うん、あんたはそっちを選ぶんだ。なるほどね。そうそう、この時計塔はここで中間地点だ。次の試練からは少しずつ長くなる。だけど時間はないよ。クソ、だったら急げよ。今晩中にここを抜けてやる。オーケー、次へ案内しよう。長い階段が続くこのエリアは時間との戦いになる。道具をうまく使って足場が崩れる前に扉までたどり着こう。クソ、頼むから普通に登らせてくれよ。 Commencing Area 3. Are you ready?
じゃねえ。Edge. All right, I got it.
たのしぶとさには感心するよ。はあ、浮気もしてない、遊んでもない、おまけに悪夢かよやってらんねえな。ん？おいおい、まだあんのかよ。腰割れちまうっての。よかった、あんたも無事に登ってこれたんだ。それがさ、自然と手が動いちまうんだよ。こんなのどこで身につけたんだか。この上、あれの気配だぜ。俺の場合、母さんだからね。よーく感じるよ。もう疲れた。逃げ続ける生活にもさ。おい、母さんの手はね、いつも冷たいんだ。だからいつも寒かった。服も着せてくれなかったしさ。あの地獄を引きずって生きるより、ここで死んだ方が楽かな。そういうのよくわかんねえや。わかんねえだろうし、わかってほしくねえし、いや、わかってほしいのかな。誰かにわかってほしかったのかもな。今頃、なんで母さんが。くっそ、おい、あんただろ。くっそ、なぜ急にいなくなった。どこへ行ったんだ。おい、うるさい、聞こえてる。悪い。そうだな、毎晩こんなとこでわけわかんない怪物に追い回されてちゃ。行けよ、今夜もそろそろでかいやつがお出ましの頃合いだ。そろそろ行かなくても。行けよ。くそ、君も感じるか、例のあれがそろそろのようだ。僕の場合はね、僕自身が出るのさ。目も耳も鼻も口も穴が開いた何もない人形の僕だよ。それは追っても来ないんだ、何もしないできない僕の姿さ。あれを見せられるぐらいなら落ちて死んだ方がマシさ。そんなこと。ともかく技を考えよう。どうだ、少し情報交換していかないか。そうだな。では僕が見つけた技を話そう。稲妻について説明をしよう。3つの石が並んだ絶壁を登るときはぶら下がり移動や引き出しを使っていこう。決まったパターンを繰り返していけば石を崩さずジグザグに登れるのだ。君ならもうお見通しだったか。ああ、それを応用するとさ、こんなのも技にならないか。これは稲妻の技の応用だ。4つの石が並んだ絶壁も稲妻の技と同じように登ればいい。ポイントは目的の移動方向にある壁の。なるほど、実にや。そろそろ行かなくては。どうも、この人からいくつか技を聞きましたが、性格が出るんですかね。斬新ではないが堅実で有用なものばかり。トップに立つ人間に多い傾向です。ならば実務も勉強も無駄ではなかったということかな。人の役に立つというのはやはりいいものだな。なあ、あんたも技の研究会に参加してくれよ。俺たちの中であんたがダントツの登りっぷりなんだ。なんか照れるな。いや、くそ、この上出るみてえだ。俺もここまでかね。でかいのか。ああ、俺の場合は妻ソフィーだよ。俺が殺したようなもんだからな。俺を恨んでて当然さ。ソフィーに殺されんなら仕方ねえな。諦めるのか。ああそうか、どこかで会ったと思ってたがバーの兄ちゃんなのかい。そこまで知られてちゃ気張るしかねえな。よし、ソフィーに話しつけてくるぜ。ソフィー、ソフィー、俺は